花は気高く美しい。いかなる運命の荒波に翻弄されようと、決して気高さを失わぬ一輪の花。奇跡の乙女が今華麗に咲く。あ、緑すごいけど今ゆっくりになってるけど、このな一番右上のなんか×3とか×2とかあるから、それを押すとな、遅くなったり速くなったりします。今これが一番遅くなかった。普通だった。普通の速度です。普通の速度のゲームの速度がこんな感じ。必殺技とかもこんな感じでかっこよく決まっちゃうよね。でも慣れてくるとおっせえよおっせえよってなっちゃうから、3倍にしちゃう。3倍が過去最高じゃない。過去最高ってなんだよ。3倍がこのゲームでは一番早いということでございますので、いいからやれ。もう興味持ったらやれというわけで、かける3倍でございます。そのスピードをこちらちょっと速さが伝わらない。速さが伝わらないけど、あ、速くなった、速くなったっぽいね。こんな感じで速くなりますのでね、なんか気づかなかった人はね、さっさとかける3にしやがるって感じで。後ろの優男に爆弾じゃなくてなんかミサイルやったけど、テポドンみたいなの言ったけど全然効かねえや。そしてくっちゃべってたらもう3名様がお亡くなりになられておりますわ。そして残る敵は全部生きてらっしゃる。はい、死にました。くそー。とにかくみんな応援してくれよな。このゲームをやってるやつら応援してくれよな。早回ししながら俺は絶対に負けない。諦めるな。負け続けるのがなんだって言うんだ。そうだろ。負けたからってクズなんてことじゃない。可能性を追わないからクズなんだ。負け続けるのがなんだって言うんだ。敗者は失う。それをねじ曲げたら何が何やらわからない。受け入れるべきだ。負けを受け入れることが敗者の誇り。俺は今までの負けをぼかさない。これでいい。負け続けていいんだ。負け続けてなきゃダメだ。狂ってなきゃ、逸脱してなきゃ、悪魔を殺せない。上京してこそ開かれる勝ちへの道が。奇跡なんて望むな。勝つってことはそんな神頼みなんかじゃなく、具体的な賞賛の彼方にある現実だ。俺は勝つ。行くぜ。たとえどんなに不運不幸不月に見舞われると、俺は決して諦めない。ねじ伏せ、左翼、ぬめ、境遇、ありとあらゆる障害、不平不正、全てをねじ伏せ、俺は勝つ。まだだ、まだまだだ。